44秒、ただいま6時44秒、遅れちゃいました、遅れちゃいました。ね、こういう感じでエアコン入れとこうかな。今歩いて階段登ってきたから体が温まってますけど、喋っているうちに冷えてくるのは必要ですから、エアコンね、こういう風にエアコンをコンコンと入れまして、時計が今私通し目に行ったのは、その台所とダイニングキッチンと、まあ玄関方面ですね。でその玄関方面をちょっともっとまっすぐ行くと水洗いがあるというね。なかなかでドアがね、ドアが2つあるんですよ。それ見せましょうかね。こう今開いてる、これ一目瞭然ね。もう一つドアがあって、どこでもドアじゃないです、向こうから開けてみようか。向こうからね、こういう風に、ここにドアがあって、ここをくぐって、ここをくぐってですね、ここをくぐって、出現してくることができるということですね。もうどんな些細なことでも、お客さんをね、視聴者を喜ばせるために、些細な、イベントでサービスにこれ勤めるっていうね、もう日刊生放送実行者の鏡みたいな、そういう私ですよ。ライブの横に数字が出てこないっていうのが、これそうなんですよ。数字は出てこないんだけど、なんていうかモニターの方からね、表の方から確認したら、あ、実は入ってて、しかもいいねまで押してくれてたって、それが全然こっちの方のね、管理画面の方で確認できないってなことが何回かあって、 Facebook の仕様が地味に変わったのかな。今ね、表玄関の方から見ても誰も見に来てるような気配がない。あー、何やってんだよ皆さんね、ここを聞き逃してしまった。まあ別にそれでも大したことないけど、昨日ね、指摘し忘れましたけど、昨日の、火曜日は2つやるんですよ。午後6時からと、午後7時からと。7時の方が、1300回ジャスト。1300回ジャスト。ですから今日は1301回目の私の日刊生放送っていうことになりましてね。そういうことになるんですよ。今日は、月は出てませんでした。出てなかったというよりも、月のこととか全然もう気にかけるような心の余裕もなく、まあ、だけど昨日の月の位置だったら嫌でも階段登るときにちょうどその角度で見えるから、曇ってたんかな?月が見えたという記憶というか認識は全くなかったということですね。でも、日刊の放送をやると、月が出てようが、出てなかろうが、とにかくやります、日刊生放送ということでね。今日は運命の日でございまして、パリピ孔明の第9回、9話なんですよ。で、散々この今週先週の私の日刊生放送およびフェイスブック、それからパリピ孔明の公式ツイッターにまで殴り込みをかけてですね、8回はパリピ孔明第8話は本当につまらなかったね。ザ・ダサク・オブ・ダサクですから、今日パリピ孔明の原作のファンのナース君と話して出た言葉は、これだったらもう放送打ち切りも考えられる状態ですよねって彼は言ってます。だから見てないわけだ。1回は見たけど、第1話はで、1話は良かったって言ってましたね。新三国志の時代から渋谷に転生してきた。ね。諸葛孔明が、はっと目が覚めたら、ハロウィンですよ。ハロウィンの大騒ぎの
東京渋谷のもう真ん真ん中にポーンとね、あれまだなんだね、軽トラックの、あの荷台の上にっていう設定でね、そうでなかったらもう渋谷に出てきた途端に踏みつけられて芝生車になるところ、軽トラックの後ろになんか積まれてるような状態で座ってる状態で、ここで目が覚めたね、これまで出たパッと目が覚めたら、はてここが地獄というところだろうか、変な格好をしたね奇技怪怪の連中が自分を取り巻いてピーピーワーワーやってると、中にはなんか高いところに足を引っ掛けてね、仰向けになって空中にピンってやってるやつとか、渋谷のハロウィンの習俗っていうか風俗なんですかね、まあ実際にそういう感じで渋谷のハロウィンってね、だから昨今警察の方も、それから地元の商店街もアンウェルカムですっていうことでねハロウィンに渋谷で触らないでくださいっていう流れの中でね、この番組やったわけですけど、第1回はね面白かった。で、私パリピ孔明の原作読み込んだわけではなくて、まあネットでちょっと流れてきた分だけ見て、あ、これは面白い漫画だなっていう認識があって見て、で、だからまあある意味まっさらに近い状態で第1回見た。あ、面白いなね。それからコンセプトとしてはね、三国志の時代を生き抜いた、あ、軍師ですよね、いろんな人生の知恵ね、生きる知恵、戦略を持ってるその人がこの2023年の渋谷においてね、エンターテインメントの世界で、で、おそらく原作ではエンターテインメントの世界だけでなく、まあいろいろ実社会に孔明がね、なんか影響を及ぼしていくっていう展開に多分なってるんだろうと思う。私も原作まで読むのがめんどくさいからね私の考えは、人が書いたものをね、面白い面白いって受けたまって読んでもね、尺に触るじゃないですかね。そうやったら自分で書くわっていうのが私の立場であり、私の精神性ですから、面白い漫画読んで自分が楽しませてもらおうとかってね、あんまり思わないんですね。欲求としてやるんだったら自分が書いて人に面白がってもらえるものを書きたいっていうスピリットの方がすごく強くてね、そういう人間なんですよ。だからパリピ孔明の原作、まあ読み始めたらきっと引き込まれてしまうね、引き込まれてしまう、割と単純な人間ですから私。だからでもそれ読んだらそれだけ時間取られるわけだから、パリピ孔明時間取れるわけだからね。ですからそうですよ、お金払って、しかも自分の時間まで払っていろんな作品見てね、そう考えるとドラマの第8回がダサくだったってもう大いなるね罪ですよつまらないのはドラマの罪ね、それを面白がらないのは俺の罪じゃない、面白くないもの面白くないって言うしかないんじゃないですか。でもそういうネガティブなことばっかり言ってもねしょうがないのね。で、9回への期待を語ってもしょうがないね。もう録画されてビデオに入ってるんでしょうか。もう今日ビデオですらないでしょうね。ビデオじゃないでしょうね。ある時期、まあビデオテープで仕掛けておいて自動的に再生するコンピューターシステムを使ってってのあったけど、今その動画自体がもうコンピューターの中に収納されてるんでしょうね。そういうシステムになってるんでしょうね。で、しかも、こう非常に、ハイ沿いじゃなくて、なんだっけ、なんていうのかな。まあ、とにかく高画質。まかり間違えば 4K とか、そういうのでね、みちっと。だから人類はどんどん進歩してるっていうことですね。何話そうかなって、帰ってくるときにこれだっていうのがあったんですけど、なんか忘れちゃったね。昨日はね、あまりにも好き勝手に喋ったんですね。好き勝手に喋らせていただきました。でも
6時の回は、あ、やばい、まとまってないわ。昨日はなんか、ホーミーとかね、タイの方の、ね、芸能で、あーって言ったら、二つの音が出るって、まか不思議なね。ちょっと待って、ホーミー、音出るでしょうか。このお兄さんがね。皆さんこんにちは、井上嬢です。井上嬢なる人がですね、私はホーミーを学んで、それをやって、エイリアンっぽい音だって、ホーミーにもいろいろあって、これはエイリアンっぽい音が出るホーミー。お耳に届いておりますでしょうか。顔がとぼけてるから顔も映しておいてあげようね。全然見ず知らずの人ですけど、こういう真面目な顔してやってるわけだ。英会話レッスンのアルバム発ね。ほんでステマを入れてやね、もうすごい努力ですよ。だからプロでなくっても、これ別に金もらってやってるわけじゃないでしょうよ。井上嬢さんとかなんとかっていう人ね、こんだけこう、まあエンターテインメント性っていうのを追求してんのに、パリピ孔明みたいなね、名作をね、名作、原作のファンも、どんな風にこれを料理するだろうか。で、見たことない人もパリピ孔明ってどんなって見てんのに、第8回、あんなにつまらない。もう何遍も言うのやめよう。何遍も言うのやめよう。他の話に行きましょうね。他の話に行きましょうって言って、他の話はね、ちょっとね、思いつか、あ、今日ね、遅刻しちゃったっていうのが、帰ってきたのが、そう、始まりがね、これがパッと始まったのが、正確な時間で6時40秒ぐらい、6時ジャスト40秒ぐらい。で、あの時計は、ちょっと進んでんですね。もうこの話は何回やったかわかりませんけど、その、振り子で、ね、あの速度調整というか正確な時を振り子でね刻んでますから、あの振り子ってこう伸び縮みするわけですね、暑さ寒さによって。もうアナログの世界ですよ、アナログ。今はデジタル時計ですよね、デジタル時計の代表みたいな感じでね、こいつが出てくる。6時13分36秒37秒で、こいつはあの電波時計って言って、電波時計って言って1時間に1回ぐらいね、今この時間ですよ、ピーンってこれを受けて補正してね、正しい時間を常に1時間おきにね正すという。だけどこれなんかこの美術性とかそういうことではもう全然味も減ったぐらいもないですね。カップラーメンみたいなやつ、ごめんね、ごめんね、ごめんね、すごく役に立ってるのにね、カップラーメンみたいなね、やつでね。で、後ろの時計は、遅れたり進んだりしても、味があるじゃないですか。カッチッ、カッチッって、芸術性っていうか、ね、歌にもなりそうじゃないですか。大きなのっぽの古時計、おじいさんの時計。まあ、そういう風に、この歌であの時計の由来を説明すると、中ぐらいのうちの古時計、質屋で買った時計、うちが買う前に何十年か十何年か使われてきた時計、質屋さんの腕が良くてリペアした時計でしょう。買ってから20年以上経ってるんじゃないの、すごく丈夫な時計っていうことでね。替え歌の才能っていうのもね、替え歌できるということはラップできる、当然。これ当然。ラップってどうやら、韻を踏まないといけないみたいですね。陰気な男、陰っていうような感じでね。いいの音が同じとかね。こう、連ねる言葉が、マップ、幕府、マップ、幕府、
思いつかない。しりとりの逆、しりとりの逆版っていうか、マップ楽譜、楽譜開いて、ちょっと筆を割るって筆だよね。時計、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 OK、始める生放送、なまった言葉で、ほうほう、そうそう、若いことない私だけど、元気で、勇気持って、勝ち気で喋る日刊生放送っていうことで、あんまりいい作品じゃないね。パリピ孔明に出てくる何、名前がね、壁大臣、壁って名前からして壁がバーンと人生の目の前に常に壁がそびえて乗り越えることはできない。だけど壁が初めて乗り越えた壁、それはラップ初めて人生開けた。自分が思っていることラップで語る、何でもスラスラ言えてしまう。わかる気がしますよ。すごく言いにくいね、言いにくい気持ちをラップに乗せるとスラスラ言えてしまう。社会批判もラップでやればいいかもねって。ラップそもそも欧米圏で始まったんですよ。欧米圏で、ですから欧米圏の新しいねミュージックって、あの社会に対する視線っていうのは当然のことのに入ってるわけですよ。でアメリカの音楽、まあフォークソングですね、フォーク、うん、フォークだから、あのフォスターですね、代表格。フォスターはフォークなの？まあ日本のでフォークってイメージはね、あなたはもう忘れたかしら、ふうううう、長い、あれ何色の手ぬぐいだっけ、長い手ぬぐいマフラーにしてって歌にならないね。赤い手ぬぐいマフラーにして、赤い手ぬぐいだったの。こういう風にうろ覚えで覚えてることって、思い出そうとするとあれなんか変だな、青い手ぬぐい、白い手ぬぐいでもないよね、ましてね、あれちょっと待って、神田川歌詞、もうねこれは著作権違反ですに対抗する手段はこれしかないんですよ。自分で歌う、赤い手ぬぐいでいいんだ。あなたはもう忘れたかしら、ふう、赤い手ぬぐいマフラーにして、ふう、二人で行った横丁の風呂屋、一緒に出ようねって言ったのにっていうね、そういう、これはフォーク。それからなんだっけ、フォークの代表曲、日本のフォーク、だから中村雅俊とかもフォークなの？でもロックもちょっと入ってるね。古いね。もっとここ10年20ぐらいぐらいの歌手、全然知りません。全然知りません。そういう人が音楽シーンとかっていう言葉を言うこと自体がね。日本フォーク名盤。日本のフォーク名盤。ああ、日本フォーク邦楽名盤100、マスターズオブチョイス、70年代なら俺もついていけるかな。片っ端から歌おうかな。これ99点が、あ、ホーローだって。ホーロー。このテンポなら好きなリザンブルース。歌いながら踊れるからね。だからホーロー。今もホーロー、いつもホーロー、ホーロー、ちゃんちゃっちゃら、ホーロー、ちゃんちゃんちゃらん、ホーローっていうことでね、ホーロー弾きの魔法瓶のお茶じゃないですよ。さまよってるホーローですね。だから私、本当にこういう世界、リアルタイムで無知だけど、その小坂忠さんっていうのは、これからもっと、もうブレイクし始めて、バリ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 ってね、ブレイクの音が聞こえてる最中に、クリスチャーになっちゃったっていうことですね。だから世間から見たら、この人は、あの人は今状態。
あの人は今小坂中。ところが、ね、私の見るところ、あの人は今状態になったんじゃなくって、新しい音楽シーン作っちゃった。クリスチャンミュージックですよ。で、クリスチャンミュージック、未だにバリバリってならないで、新として、新刊として音もなしみたいなね。状態でね。でもこれからバリバリって行くでしょ。音楽シーンとしても。アメリカでは小坂忠の歌ってすごくヒットしてるみたい。だから小坂忠さん亡くなったけど、遺族、アメリカから印税がたくさん入ってんじゃね。ね、娘の名前はエイジア。ね。で、その娘さんが小さい時にっていうのはね、非常に小坂忠がクリスチャンになっちゃった大きなファクターなんですよ。いろいろファクターがあるわけ。パリピ孔明はフィクションですけど、小坂忠の話はノンフィクションですからね。本当に、事実は小説よりも奇なりっていうことね。奇だけど面白いかどうかっていうのはまた別問題ですけど、あの小坂忠が一番最初教会行ったのなんだっけ、あ、ばあちゃんがクリスチャンだよね。小坂忠のおばあ様が、まあ熱心なクリスチャンで、で、そのばあちゃんが行ってる教会があったわけね。まあミュージシャンになるような男のおばあちゃんだから、感性もポップなね、ポッピンジャンプな感覚だったんでしょう。きっと。だから、まあ会う教会に行ったわけだ。無理して会わない教会にね。無理やり行かないで、まあもともと誘われて行ったのがそのポップな教会ね。あ、私が来る場所だと思ってね。うん、なんかフォースクエアとかいうようなね、名前がついてる団体。まあ福音派の中の、そういうカテゴライズすると、まあカリスマの教会。ね。うん、で、その、娘が、やけどしちゃうわけです。しかも全身のやけど、もう語るのも嫌なような話ですよね。そんなことは。まあだけど過去のことだからね。過去のことだから、それで、小坂忠と奥さんの高栄華って、この人は音楽プロデューサーですよ。音楽夫婦ですよ。音楽夫婦。プロデューサーと、ね、これからもうね、もう、謳歌しまくるぞっていうね。日本のニューミュージックの、だからそういう世界のことをよく知ってる頭のいい人はね、もう日本のニューミュージックを切り開いたのは小坂忠っていう認識ですよ。日本のニューミュージックのシーンをバッと、開いたのは、こんな楽しい音楽あるんだぜ。ね。このテンポなら、好きなリザンブース。踊りながら、歌えるから。逆か。歌いながら、踊れるから。っていうことでね。だから、リザンブルースっていうのはもっとアメリカにあれば、英語で歌うもっとテンポ速いものがあるのに、日本に来たら、ね。このテンポなら日本人も好きなリザンブルース。というのを作っちゃった。だからすごくね、こだわりがあるわけですよ。言葉へのこだわり。言葉へのこだわり。最初の方に、すごく泣く子もだわるミュージシャンで、ちょっとね、名前がすぐ出てこない。風の又三郎じゃなくて、連想ゲームしないと思い出さないね。あの、宮沢賢治の有名な小説、銀河鉄道の夜。銀河鉄道の夜を朝日新聞の木盛りでアニメ化したんですよね。で、その音楽を担当したのが、こういう生き方でないと思い出せないっていうね。もう全く私は自分の私生活でこんなことあったっていうラインでね、思い出すんでね。アニメ、日本の銀河鉄道の夜アニメ、音楽担当誰？音楽担当。監督とかいいよ、音楽。あ、細野晴臣。やっと出ました、細野晴臣。これね、音楽シーンよく知ってる人が見たらね、
呆れ返ってもの言えないの世界ですよね。細野晴臣の名前を出すのに1分ほどかかってしまいました。細野晴臣を見つけ出してきたのは小坂忠なんですよね。その一言を持ってですね、ほんで細野晴臣とかと一緒にねバンドやってね、つけた名前がフォーなんとかハーフで、彼らは当時そんなお金たくさんもらってるわけじゃないから、住んでるところは察しのいいことは数人はもうお若いでしょ、フォーとハーフで。何かというと、あなたはもう忘れたかしらに出てくるようなね、そういう世界でない、四畳半ですよ、四畳半。フォージョーハーフで合ってんだ。小坂中プラス、フォージョーハーフ。で、それっぽく、イングリッシュっぽく言いますと、フォージョーハーフ。ね、巻き舌で言っていましたけど、小坂中プラスフォロジョーハーフ。小坂中をバックアップするのにフォージョーハーフ。そこに入ってんのが、ね、細野晴臣。他の人何？フォージョーハーフの他のメンバー。フォージョーハーフのメンバー、メンバー。フォージョーハーフ、メンバー、メンバー、メンバー。フォージョーハーフのメンバー、ね。林達夫。これも業界的にはとっても有名な人。松任谷正隆。ユーミンの旦那だよ。松任谷正隆。後藤継ぐ年、駒沢広遊女。まあいいや、松任谷正隆とか、ね。あれですよ。これは、あれは入ってないんか。銀河鉄道の夜の音楽やった人。この人ね、なかなか音楽に貪欲な人で、さっき出たのに、今、ぴゃっと出てきた記憶をまた忘れて、細野晴臣。あのね、私、CD 持ってまして、カセットテープか。世界の音楽。だから民族音楽ですよ。民族音楽。アフリカのどん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 とかね。モルジブの音楽もありましたよ。モルジブの音楽も。で、アジアの音楽ね。インドネシアのケチャも当然入ってます。ああいう感じのもね。入ってますよ。ね。もうすごく古い南米の方の音楽もね。入ってる。それは現地の人が口伝えで大事に歌って。できたその民族音楽をね、デンスケでしょうか、それともオープンデッキを持ってったんでしょうか、電力どうしたんでしょうか、そういうところが気になるよね。今みたいにスマホでパッとやったらね、素人でもね驚くほどね、しかもステレオで撮れちゃう。でも今でも売り出そうとかって言ったらマイクのいいやつね、マイクのいいやつ一本のみならずステレオだけじゃなくって後ろから前からね設定してね、その現地の楽団ですよね。それでこの一番なんていうか再現度が高いメディアで録音して、それをね細野晴臣くんがその CD 出す頃にはもっと手間がかかったわけだ。今よりも大型の機械をきっと南米の奥地とかアフリカのね、偏僻なとことか、不思議な音楽を歌う人たち、ホーミーも多分入ってるんじゃないですかね。一つの声で、二つの音。ダメだね。私にはホーミーはちょっとできそうなんですね。ホーミーのエイリアン、エイリアンっていうのはさっきね、YouTube 見たその人が多分つけたんでしょうね、勝手に。それとも、まあ、なんか英語圏の人がつけてたのをパクったんですかね。エイリアンみたいな音でしたね。あーっていう音になんか、プル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 って、こう、メインの音の流れがあったら、その上の方にプル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 って、あらららららららっていうような感じの音がね。あーって音が、あらららが重なって聞こえるっていうね。ホーミーの。
エイリアンバージョン。ね。そういうのを駆使した音楽。だから、ね、メロディーとか、ね、使ってる楽器とか、合いの手入れるとか、ね、日本でもそら、世界から見たら日本の民族音楽ですよ。月が出た出た、月が出た。あ、よいよいってこれね。外国人から見たら立派なフォークですよ。日本の民族音楽ですよ。日本の民族ですよ。月がーって、この、がーってこの拳が効いてる。これは一つのね、日本の歌の特色でしょうね。か、音階もね、日本の音階、なんか、五音階でね、構成されてるって言いますよね。それの明るいやつと暗いやつ。全然音楽に明るくないので、専門用語を駆使して話すことはできませんけど、池間くんがいたら解いてくれるでしょう。彼はモルジブ行ってね、モルジブの地元の音楽、モルジブってのはインドの隣にスリランカ、スリランカの反対にある、これモルジブと小さなゴマをまき散らしみたいな、島国モルジブ、ね。モルジブですよ。モルジブ。ですから彼が行った頃は、イスラム圏の国だから、ね。アラビア語を公用語にして、英語シャットアウト、そういう路線にも行こうとしてたんだけど、ね、彼はね、神様からね、あんたモルジブ行きなさいって言われてね、もう時間ないから詳しく語れない、ジャイカですよ、ジャイカ。ね、海外協力隊ってやつのシニアじゃなくって、若いね、20代ですから、20代の青年がね、海外協力隊で海外行って、彼の野望大きかった、日本の教会排他的、外の世界知らない、これだね。ね。外の空気吸って、日本の文化客観的に見る見る。ね。そして直す日本の教会、古い文化壊して新しい文化建てる。これ、池間の野望だったんですよね。私、親友ですから彼の思いってよく知ってますよ。そういう思いがあって、海外協力隊に行ってくっぺー行ってくっぺーね。一つ一つより力持ち、二つ振るさっと後にして、花の音響へ、腕だめしって、田舎っぺ大将ってアニメがあったんですけど、まあ、花のモルジブってわけじゃなくって、ね、音楽、音楽家ですか、彼は。専門が。大阪音楽大学、作曲学部ですか？難しいんですよ、割合。で、いい成績をね、卒業するときに収めて、トップですよ。首席ですよ。それで、毎年じゃないんですよ。彼の作品をオーケストラ、フルオーケストラで演奏するってね。私そのテープ持ってますわ。で、聞いたんだけど、チンプンカンプン、現代音楽なんですね。現代音楽。現代音楽。だから、もう五線譜とか12音階の世界ね。ドレミファソラシドの間に、こう弦が入ってるね。半音があったり下がったり。で、それ全部入れると、黒弦も入れると12音階。で、12音階全部平等ですという世界ですね。しかも、その従来の概念破る。ある意味ではバッハに変える。バッハの音楽っていうのは非常に、なんていうか、メッセージ性っていうか、これだけ音階離れてるのはこういう意味がある。これで宇宙が示されてる。だから、ある意味、ね、現代音楽って、そういうとこはバッハに帰った。だけど音楽は、バッハの整然とした、聴いて誰でもわかる。タン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 タララ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 ラチャラララチャラララララララチャラララララっていうような、誰でも聴いて、わかる世界じゃなくって、専門家にしかわからないチンプンカンプン。ね。これが現代音楽なんですよって言われて、わかんないけど、そのガーッとありがたがって聞かないといけないようなね。現代音楽。ね。それの作品ですよ。卒業作品は。題がね、メッセージ for Asia ですよ。メッセージ for Asia。だから、小坂忠の娘の名前。何ですかとかで、今ね、初めて気がついた。メッセージ for Asia。小坂忠の娘へのメッセージなのか、当然、
もちろん違う違う違うんですよ。ないないなんですよ。ね、あの、アジアの国がアジアですよ。アジアへのメッセージ。ね、日本の国の戦争責任とか、そういうことに非常にこの社会的意識っていうことも旺盛だしね。ほんで音楽やって、ね。だから、このまま音楽の道進んだら、それは大阪音楽大学主席でね、オーケストラで音楽理論も分かってるし、作る力もあるし、ちゅうたら、あ、それこそね、小林野生のこととか彼言ってましたよ。ああいう風に有名になるのは、そういうラインになったら、乗ったら簡単だって言ってましたよ。彼にとっては、有名な音楽家になって、小林野生張りの有名音楽家になることも、まあ、できた。ね、ちょっと行けばできた。でも彼、自分、牧師になるって、牧師になるって。ね。ほんで、日本の教会も固まりきって、こちこちカチカチ。ね。胃の中の飼わず、胃の中の飼わず、それダメ、外の世界見てくる俺。ね。ほんで、ジャイカ、絵画協力隊で。で、インドネシアとかね、あの辺に行くつもりだったわけですよ。キリスト教が割合盛んなね。ところが、モルジブあなた行きませんか？ジャイカのオファー。で、彼は、私行きたくありません！聖書に出てくる。ヨナみたいにね。ごねった。神にごねった。すると神は、あなたは、モルジブ人への愛はないんですか？って神様に聞かれちゃったわけだよね、池間くんはね。それで、行きますっていうことで行って、猛烈にモルジブ人の人たち、若い人たちを愛したわけですよ。学校教育の中で音楽を教える、西洋音楽を教えるだけじゃなくって、西洋音楽を教えるだけじゃなくって、その地元の音楽を彼は一生懸命採布してね。そして、それを君たちはその自分たちの音楽を大事にしなさいね。それが実ったっていう話を私何回もね、やった。その今ね、YouTube をね、探してるわけで、BT なんだっけ、キーワードを忘れとったいかんな。ちょっと最後にチラッとだけでもね、池間リスペクトで、BTF じゃなくてなんだっけ、ちょっと待って、ああ、なんかこういう探し物は何ですか？見つけにくいものですよ。一生懸命検索するけど、キーワードが思い出せない。モルディブ YouTube。で、モルディブというのは結構ね、だから芸達者になったわけですよ。それで世界的なね、旅行業者って言うたら世界のいいとこね、行きまくって美味しいもん食べまくって、いいポイントをもう知ってる、知りまくってる、ちょっとやそっとでね、触手動かない、それの見本市みたいなね、それドイツでやった、それの50周年の大舞台、大ステージ、この年はモルジブがそれ担当してください。舞台やってください。それ務めた、それ池間の蒔いた種。池間の蒔いた種。20年後ですかね。彼らが、モルジブの国。だって、日本の、東京の、自分たち杉並区に組んでるけど、杉並区程度の大きさだよ。モルジブって、住んでる人口もそんなだよ。何やったかなぁ、出てこないね。どこを見れば出てくるだろうか。ちょっと焦るとね。あ、なんか日本語で入れたらダメなんだ。そうそう。英語で、マルディブズって言わないといけない。ね。マルディブズって入れて、こういう時にこう、いろいろね、邪魔が入ってて自分が操作ミスしてるだけなんですけどね。マルディブズ。ちょっと待って、一瞬でも聞きたい。ちょっと40秒超えるけどね、許してください。池間くんに免じて、池間怒ってるだろうね。俺を出しにすんだ。すいませんね、池間くんね。モルディブズ。モルディブズ、パフォーマンス、
パフォーマンス、ジャーマニー、ちょっとカルチャラルクラブ出るか。カルチャラルクラブ。だからカルチャラルクラブっていうのをイケモが作ったわけだ。で、そこで自分たちの音楽やるってね。出てこないな。カルチャラルクラブ入れても出てこない。パフォーマンス、BT なんとかだったもんね。ちょっと待ってよ。これ見ないとね。終わるに終わらないよね。皆さんね、長く見てる人わかるでしょ。あれだな、あれ、あれって。あれって、どうやったら出てくるんだろうか。BT、BT、なんばばやめる、ペケペケペケ。マルディブズミュージックミュージックだからやっぱそれももう数限りなく入ってるからね。実はゲーターしてな連中が多くてね、もうモルディブのちょっと待って、あれなんか埋もれちゃったね。これブックマークしてないかな。ブックマークしなくてもすぐ出るよって楽観してんのか。ブックマークしてるかどうか。マルディブズ、もう皆さんね、モルジブ三角歩の船肝心なのブックマークしてないよ。明日ですね。明日明日。ね。池間くんが撒いた種がこんなステージになったっていうのは明日ですね。明日。で、お聞きになったら、あなたに天地を作りになった誠の神様からの豊かな祝福と守りと導きがありますようにお祈り申し上げつつ、水曜日の一巻生放送これにて。で、パリピ孔明がこの後10時からね。まあ、これ、つまんなかったら頭丸めない。ダブルさん。モルジブの国旗を掲げていただいて、ね、チンプンカンプン。モルジブ伝統音楽の開花。そうなんですよ。その話にね、持っていって、これだって言わないで、北条ね。おう、かっこよく言えば、洋上藩。洋上藩。北条、つれづれなるままにですよ。あ、北条記、つれづれなるままに。違うな。北条記は違うな。なんか、川の流れはなんとかなんとか出てくるやつね。はい、日常生活、私生活、私小説への執念。なんかうまいこと言いますね。はい、赤い手ぬぐい。あ、書いてくれてたんですね。ということで、失礼します。今日は出来がね、もう一つでしたね。でも終わっちゃったもん。やっちゃったものは仕方ない。生放送だから。しかも時間44分。じゃあ失礼します。ありがとうございました。お付き合いいただきまして、本当に感謝感謝。